こんにちは、こんばんは、いずみんです。さあ、こんにちは、こんばんは。寝起きでちょっと鼻がつらい。毎回鼻がつらいんだけど、大丈夫？寝起き？まあ、あそこが地獄みたいなもんだったからな。相当だろうな。言われたことないよね、多分。いや、嬉しいよね、そういうのって。お帰りって、ただいまって言いたくなるよね。勝負しようぜ。いるやないか。ヒロイン登場ってことかな。何か？キャラバンにグレイプニル所属のゴッドイーターがいるってことはよくあることなのかって疑問に思ってさ。もしかしてその後ろの積み荷を守ってるとか。ここから先はグレイプニルの管轄エリアです。立ち入りは許可できません。ってことはやっぱりその積み荷はグレイプニルの依頼品ってところか。どうした？あ？なんだこの力。おい、おい、大丈夫か？感動したってこと？あんた、名前は？グレイプニル第六機械化大隊特別輸送管理連隊所属。長っ。クレア・ビクトリアスです。クレアさんね。俺はユーゴ・ペニー・ウォート。なんて呼んでくれてもいい。オーナーから聞いています。航路の開拓に力を貸してくれるとか。あなた方の働きに敬意を表します。ですが無用に歩き回ることは感心しませんね。我々は特別扱いをしません。お堅い子って。与えられた仕事に取り組んでいるだけです。戦闘で一緒になった際はよろしくお願いします。握手ってことだよ。よろしくお願いします。どうやら仲良くやれそうだな。よろしくな、クレア。軽々しく呼びすぎだろうな。あの呼び捨てで、なんか。元気？入れんのかね、普通に。男子寮と女子寮ってことかな。勝手に女子寮に入っていいのかって話だけど。
マジか。一緒にいたいけどな、できたら。そうっすね。ここはまだ出てないのか。こうランク2になってる。おく、お、もうクリア主任だ。守護神、守護騎士の盾だって。ありがとうございます。お、いいね、このなんか世に集まった感じ。許容範囲内です。問題ありません。行くぜ。対海域用に調整された変色因子を投与していると言っても無理なされないでくださいね。お気遣いありがとうございます。さあ、クリアさんが後方支援やファーストエイドに優れている。お、久しぶりじゃないですか、テイルさん。さあ気楽にやっていこうぜ。あ、引っかかってる引っかかってる引っかかってる。やっぱオーガテイルは出るんだな。あれ、もう一体どこ行った。あ、オッケー、了解。あら、終わっちゃった。これでミッション完了ですね。お疲れ様です。いい連携でしたよ、皆さん。ありがとうございます。思ったよか、いい腕じゃん。それはどうも。それでは帰還して体を休めてください。かっこいいよねこれ。ああ、SS か。大丈夫？ショウ。なんでもないんだ。ちょっと揺れに酔ったみたいで。船酔いとかあるもんね。車酔いって。あれ、きついのわかる。いや、意外とね、車酔いの方が辛いかった場合あるんだよ。僕はまだ戦えないけど、ほら、こういうの拾ってくるくらいはできるから。お、マジか、ありがとう。大丈夫、本当に。マジか、可愛いもんね、あの子。
今度は新しいとこか。って言っても他の人にも聞きたいんだよな話を。いや、あいつらが異常だっただけだと思うよ。そう信じたい。あいつらが異常だったんで、あいつらが。マールはいつでエンジニアになるのかな。なんかそんな感じがする。いや、そっちこそお疲れ。居住区は毎回入る必要はないのかな。まあ、見たくなっちゃうんだよね。ああ、気持ちよすぎるなね、ベッドが。わかるよ、今寒いしな。さあ次行こう。そういえばあの人はまあどこに行ってんだろう。まだ名前が覚えられてない。行ってきます。さあ行くか。はいよ。出たな、お前らも出てくんのか。あ、もうやったのか。逆か。うわ、ここからですよ。さあ、あいつどこ行った？さあ、そんな遠くまで行ってどうしてんのかな？了解。あれか、中型種。さあ行こうぜ。うわ、悪魔って感じだな。神話に出てきそう。 OK。 さあやってやろうぜ。うわ、行くぜジーク。あれ後ろ。はいよ。あー、もう動き早い。うわ、
早いな動きあんた。ありがとう。外した。シールみたいだな。ナイス。オッケー。さあやってやろうぜ。オッケー、よし。あ、違う。オッケー。おい、やった。はい、いった。あー、ちょっと苦がないで。おっと、すごっ。やば。あいつどこ行った？すげえな、もうスタイリッシュじゃん。あれどこ行った？エンゲージはね、使いまくった方がいいらしいからね。オッケー。追い打ちかけましょう、本当に。逃がさないですよ。あーっと、あっち行くのね。ありがとうございます。そこか。ちょっと待って、これだけ取らせて。負ける気がしねえ。強いね。おっしゃ、ナイス。ネバンっていうのか。思ったより早かったですね。あれ、もう終わりですか？少し時間ができるかな。いや、もうめっちゃ役に立ちましたよ。さすがっすよ。あー、時間かかってんな。ずいぶん待った割に始まってみれば思いのほかあっさりだ。
今の俺たちのこの状況のことさ。前に話したこと覚えてるか？俺たちはあの牢獄でじっと耐えて、ついに外に出ることができた。うんうん。で、ここで最初の問題発生だ。じゃあ外に出て、俺たちがやるべきことは一体なんだろう？え？ってなるよね。人助け？当たらずとも遠からずか。俺はずっと心に決めてたことがある。何をだ？ここから先は実力の世界だ。とにかく稼いで自由を買い取るんだ。うん、目標は必要だ。うん、だな。そして俺たちの港を作るんだ。ああ、いいんじゃないか。その発想はなかったわ。お互いの夢を支える、そんな港を。けどそのためには絶対にお前が必要だ。俺の夢に乗ってくれるか？全部 OK なんだね。拒否るは選択がないのね。当たり前だろ。サンキューな。即答じゃなかったけどな。本当ありがとな。よし、ガキどもに伝えてくるか。怯える必要なんて全然ないってな。今は嘘ってことになるかもしれねえけどよ、いつか本当にしまえばいい。これでお前共犯確定だからな。よろしく頼むぜ。こちらこそ。仲間がいるからじゃないか。ショーも強くなれる。塵も積もれば山となるっていうだろ。あ、ここ行けたんだ。ここ行けたこと知らなかったわ。ケースいるやん。了解。お疲れ。え、何の話って。全然気にしてないよ。大丈夫大丈夫、みんな心広いし。こちらこそ。いや、こっちもすっげえ戦いやすかったよ。完全ごめん。よろしくお願いします。みんなで頑張ろう。お、師匠になってあげるよ。そうなんですか。それは最悪だな。あのクソ返しどもみたいなやつか。まあ、あそこでなんか見逃したらね、見逃したらってなんか放っといたらなんかあいつらと女同類になりそうだしね。それだけは避けたい。ジークさん、何エイミさん見ちゃってんすか、見とれてんすか。
まあしゃあない、そればっかりは。荒紙のない世界を作ってみたいもんだよな。了解っす。お、新しいクガに出てきた。で、クガっていうか出てきたね。いきなりポンって出てくるもんなんだね。行ってきます。おお、こういう場所か。はいよ。それでは始めます。ごめん、手順通りに行ってないわ。お、雷石、雷石かな。国運メイデン、オッケー。あとはあっちか。うわ、いっぱいいるね、君たち。はいよ、了解です。これ、剥ぎ取ったっけ？剥ぎ取ったか。うわ、ちょっと突進してくんなし。OK。これで終わりじゃないか。終わったわ。OK。お疲れっす。あ、追いかけろってことかな。仲間か敵かどっちだ。オッケー。あー、開始できなかった。いきなり襲ってくるとは、なんつうやつだ。しかもかなりの手だれだ。お前は下がって支援を頼む。マジか、エイジ同士の戦いか。サーカスかってのもらった。起動なんだこいつ、いきなり。グーパンされたな。おー、すげえかっこいい。戦うしかないか。ユーゴさん、聞こえますか？今の戦闘反応はどういうことです？ユーゴさん、目的を言え。貴様らの司令部と話をさせろ。
オーナー、先ほどの戦闘の映像です。アクセルトリガー、まさか実用化されていたなんて。ユーゴさんからの通信つなぎます。イルダ、これから対象に変わる話があるそうだ。どうぞ。こちらはバラン所属のエイジ、コードネームルルダ。任務中に所属船とはぐれて帰還方法を失った。バランまでの輸送を頼みたい。ずいぶん手荒なご挨拶だったのね。その点についても謝罪する。だが危害を加える意図はない。どの口が言って。手加減はした。我々は他の方法を教えられていない。まずはあなたの言う素性が本当なのかバランに問い合わせるわ。少し時間をもらうけどいいわね。いいだろう。バランからの返答来ました。早いな。ルルというエイジは過去に遡っても存在していないとのことです。じゃああの人は一体誰なんです？もはやもうバレたのか。エイミー、周辺の海域濃度は？はい、0.008ppm です。制限時間は10分か。ハッチを開けて、私が直接話してくるわ。はい、ハッチを開けて。自ら出たのか。大丈夫なのか。何してんだ。彼は私の船の乗組員よ。話してはもらえないかしら。言ったはずだ。私をバランへ。ルルという名前の英字は存在しないそうよ。あらゆる記録を検索して実際にバランにも問い合わせたわ。けれど帰ってきた答えは、捨てられたんじゃない？もしかして。人間は存在しない。そんなバカな。だって私はつい先ほどまで任務を。残念だけどあなた用済みにされたってことか。最悪だな。このゲームやってから最悪だなって何回言ってんだろう。でも今回はこの辺にしときたいと思います。それじゃあまたです。